どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。先日新制限のね発表がありまして、まあ、メール禁止だったりとかね、ロンゴミアントさん禁止だったりとか、大量粛清がされたわけなんですけれども、ちょっとねこいつ個人的なんですけども、なんで許されてんのかなっていうモンスターがね、まだ何匹かねいるんですよ。今回は完全に個人的な見解で喋る、こいつ不快だなと思うモンスタートップ5、こちらについて発表をしていこうと思っております。完全に個人的な見解なので、個人の支援などが含まれますが、ご了承ください。ちなみに相手に使われるとガチで不快だなと思うだけなんで、自分ではゴリゴリ使ってるモンスターも含まれます。自分で使ってるけどこいつなんで騎士なのかなと思ってるモンスターも含まれるということで、ご了承いただければなというふうに思います。インスペクトボーダー、こいつ打点設定行かれてない？こいつなんで2000あるの？よくわからない打点設定してますよね、これ。まあ、じゃあ効果はね、自分のフィールドにモンスターが存在すると出せないっていう効果と、モンスターゾーンに存在する限りお互いにね、フィールドのモンスターの種類の数までなんかモンスターの効果発動できるっていう。だからまあこいつ出して単純にターンエンドすると、まあ相手そのまずなんかこの辺のモンスター出さないと、効果全く発動できないよっていう、まあ、そういう状態になるんですけれども、やっぱねその召喚しただけで相手の行動を縛れる性能のモンスターってね、普通ねもうちょっと打点低いんですよね。普通はなんか例えばまあちょっと厳密には違うけど、例えば月海像とか、あと先行の追放者とか、なんか月海像だったら1000ぐらいだし、先行の追放者とかだったら1600とかだったと思うんだけど、まあ、そのぐらいじゃないですか。で雷王とかが1900ぐらいなんですよね。まあ雷王とかだいぶいかれてるんですけど、インスペクトボーダーさんこの効果してで打点2000ってこれ完全にやりすぎじゃないですか。これやりすぎだと思うんですよ俺。でまあ現代遊戯王ではね、やっぱ基本的にモンスター効果で展開していくデッキが非常に多いので、まあ、先行でねこのボーダーをね置物にされるとね、まあ厳しいというデッキが多いわけですよ。まあこいつが厄介なのは、こいつを採用するデッキが厄介ってのもあるんだけど、まあ、よく見るのはね結構ルーンとか、あとメタビートとか、まあ特にルーンなんてのはね、他人のデッキを破壊しながらボーダードヤ顔で召喚してくるっていう、まあ、非常に演出度が高いね。まあそういう、ね、デッキになってますんで、まあ、相手に与えるね不快指数はかなり高いなと思ってるんですよね。なんか何回も言いますけど、これ自分で使ってるときはマジでこれほど楽しいモンスターいないんですよ。これほど楽しいモンスターいないんですけど、相手に使われた瞬間にほんと大パンするレベルでマジでうざいので、まあ、不快度数で言うと、まあ、第5位ぐらいかなというふうに思ってます。コセンペイケルベク、こいつなんでまだ生きてるんですかね。この間一応制限カードになってね、お仲間のお友達のアギド君は豚箱にぶち込まれたんですけども、先日ね8月の22日の発表の新制限でね、アギドとか、まあ、ケルベクのヤバい点ってそもそも何なのかっていう話なんですけど、やっぱね、まあ、自分のデッキだけじゃなくてやっぱ相手のデッキも掘るっていうのはねマジでうざいですね。まあ、カオスルーラーとかもだいぶ似たような感じの効果で結構やばいんですけど、やっぱねケルベクアギドは相手のデッキを殺しすぎるっていうところがやっぱ良くなくて、結構G 突っ走ってね、相手のデッキ破壊するみたいな動きもあるし、あと、相手のねデッキを、まあ、アギドとケルベク両方で10枚小屋させて、でなんかそのギミックを停止させるみたいな、まあ、そういう動きもできると。まあ、2022年に実装された、まあ、いわゆる石津モンスターなんですけど、今石津モンスターたちがどういう制限を受けているかっていうとね、マスターディール内でアギドが禁止でしょ、でケルドが、制限カード、ムドラが制限カード、ケルブックが制限カードとなっていますね今のところ。まあ、正直こいつはなんで生きてんのか謎。やっぱねティアラメンツで使うとめっちゃ強いと思うんですけど、このモンスターって特に、まあ、墓地小屋式のデッキ、まあ、ライトロードとかもそうだけど、墓地小屋式のデッキで使うとめっちゃ強いと思うんだけど、やっぱそのなんだろうな、相手のデッキも破壊してくる仕様のせいで、そのなんか例えばティアラメンツ以外に人権ないみたいになりがちなんですよこのモンスター。まあ、アギドとかケルベックってそうじゃないですか。なんかその相手がティアラメンチじゃないと見るやいないや、なんか絶対暴発してくるじゃないですか相手。ってことは、まあそのティアラメンチ以外のデッキを殺しすぎるっていう側面があるんですよね。まあ、なので、まあ、ティアラメンチ今回ねメイルが禁止になってかなり大打撃受けましたけれども、まあ、正直このケルベックとかいうモンスターは生きてる限り悪さすると思うから、まあ、アギド禁止でこいつが生きてる意味もわかんないしね。まあ、まだね愚かな埋葬とか先行者の巫女とか、まあ、キュリオスとか、まあ、このカードを確定落とするカードがあるし、まあ、まだ日本ではねカオスルーラが生きてるんですよね。
カオスルーラーでケルベグを落とすっていうのが宇宙最強ムーブも、まあ、できるので、まあ、ルーラーも大概ちょっと頭おかしいんですけど、まあ、ケルベグはちょっとさすがに不快だなというところで、まあ、これは早めに禁止にしていただけると嬉しいなというふうに個人的に思ってます。はい、第3位ナンバーズ89電脳獣ディアブロシス。こいつやりすぎじゃないエクストラデッキとね、メインデッキをひたすらに裏側除外してくるっていう効果のモンスターになってるんですけど、やっぱね、裏側除外からねカードを回収するっていうギミックね、基本的にですけど遊戯王の普通のデッキでは搭載されてないんですよ。普通のデッキには除外ゾーンから、なんかその裏側除外のゾーンから回収するっていうカード、こんなギミック存在してないから、アライズハートとかぐらいなんじゃないの遊戯王って。あんまなんか聞いたことないよね、裏側除外から回収するとか特殊化するみたいなカードね。まあ本当だから除外されたカードはそのゲームではもう二度と使えないに等しいわけですよ。まあ、要するに一切のその相手の抵抗を許さずに回答をその引っこ抜いて完封できる性能をしているっていうことですね、このモンスターは。まあ、そしてやばいのはね、このモンスターの効果だけじゃなくてやっぱ展開のしやすさにあるわけですよ。まあ、普通にネクショトレーラーの展開するだけで草デッキ 1,2 枚裏側除外して相手のメインデッキを 上から7枚とか、まあ、言ってこられると15枚ぐらい裏側で除外できると思うんですけど、普通のデッキってさ、エクストラデッキ、まあ、1,2 枚、メインデッキ15枚裏側除外されたら動けなくないですか。そう、動けないんですよ正直ね。こいつを早めに禁止しないと多分クシャトリラがガチでやばいことになるなと思ってて、まあ、今ねマスターデュエルでは特にねクシャトリラの重要カードまだ実装されてなくて、デッキとしてはパワーどんぐらいなんでしょうね、 20% とかしか出せてないと思うんですよ。パライゾスとかパーピアスとかライズハートとかビッグワンあたりが、まあ、来ると、まあ、クシャトリラデッキ完全完成するので、まあ、クシャトリラユニコーン1枚からねあり得ない展開力が可能になってくるんですけれども、やっぱり、ね、こいつが生きてると何がやばいかっていう話、やっぱね、無造無造デッキを駆逐しすぎる気がしますね。マジで。なんか OCG の方でも、なんかクシャトリラが、まあ、台頭して、なんかティアラメンツが減るのかなと言われていたんですが、全然逆で、なんか蓋開けてみればクシャトリラに勝てるのがティアラメンツぐらいで、クシャトリラはティアラメンツ以外のデッキに勝ちまくっていたというね、そういう事実があるわけですね。だから、まあ、ティアラメンツ以外のデッキをぶち殺していたと、クシャトリラが。はい、まあ、雑魚狩りみたいな性能が結構高くて、このデッキ、まあ、アライズハートのね、マクロコスモ状態もそうだけど、ディアブロシスのこの引っ込み効果もやっぱりそこに寄与しているんでしょう。ティアラメンツメタろうとしたら、なんかティアラメンツ以外をメタりすぎてしまったみたいな、まあ、そんなイメージなんですかね。でもしねディアブロシスがいなくなったら、やっぱエクストラデッキもメインデッキもねそこまでね吹き飛ばされることないと思うんですよ。だからまあそのデッキに回答札が残ってるから、まだなんとかなる可能性はあるかなと思ってて、まあ、ライスハートがね十分強いと思うんで、ちょっとそれで満足していただいて、クシャトリラ使いには、ちなみにこのカード海外では禁止ですからね、当たり前に。はい、マスターデュエルおよび OCG ではなぜか生きてますけども、まあ、ちょっとそろそろこいつはもうがもういいかなというふうに個人的に思ってるんですが、皆さんいかがでしょうか。第2位サボークローザー。このサボテンね普通にキモいね。普通キモいわこのサボテン。あ、ちなみに僕はデッキリッカサンアバロンとかでこれぶち込んで使ってたんですけど、まあ、使ってる時はこれほど頼もしいモンスターはいませんでしたね。はい、使われるとガチでキモい。まあ効果はね、特殊召喚封じるっていう、まあ結界像とかパキヒョロみたいな感じの効果で、このカード以外の植物モンスターがフィールドにいるとお互いにモンスター特殊召喚できないよっていうね虚無空間みたいな感じの効果になれるんですけども、でレベル4以下で特殊召喚を封じるモンスターって攻撃力ね1200くらいまでだってそこ決まってるんですよ大体。まあ結界像が攻撃力が1000 でパキケが大体1200ぐらいじゃないですか。サボークローザーよく見てください、1600? 1800ってなりません？これ特殊召喚をね封じるモンスターっていうのはね基本的にね3つの点において優れていてはいけないと思ってるんですよ僕は。まず1つ目これサーチしやすいこと、まあ、2つ目盤面に出しやすいことで、3つ目打点が高いこと。これサボークローザーさんなんですが、なんと1から3全ての部門において優勝しています。はい、まずサーチしやすいこと、結構マルデルとかあとまあリンクジャスミンとか、
植物モンスターをサーチできるモンスターっていうのはたくさんいまして幅が広いわけですね。で、2番目、盤面に出しやすいこと、これはまあサンアワロンとかだと召喚剣使わずに展開できるんで、こいつを最後に蓋してポンと出すことができるし、あとあの普通のアルマのジャスミンの方とか、あとサークルオブフェアリーっていうあのシンクロモンスターで召喚剣を増やせるので、植物族デッキはだから、まあこの点でサボクロザーを持ってきて召喚剣増やして出すっていうこともできるわけですよ。で、打点が高い1800、なんで1800はね、マジで高すぎる。こういう系のモンスターは大体殴ったらなんとかなる打点じゃないといけないんですよね。まあミドラーシュとかも結構高いですけど、打点的にはやっぱね、あの辺のねラインね、頭おかしいと思ってるんですよ。1800で特殊召喚封じゃやばすぎる。皆さん思い出してください、なんで烈風の結界像が禁止だったか分かりますか？烈風の結界像がなぜ禁止だったか、フワンダリーズで簡単にサーチできて簡単に展開できるからじゃなかったでしたっけ。そうですよね。あれサボクローターさん、簡単にサーチできて簡単に召喚できません？しかもなんか打点高いですけどおってなりません？いや僕はねなるんですよね。最近だとね、あのサンアワロン系のデッキがなんか手札1枚からあの5、6妨害ぐらい構えてきて、でなんかその盤面の最後の仕上げになんかちょっと料理あの作った後にパセリ乗せるみたいな感覚でサボクローター召喚していくみたいな、まあパセリじゃなくてサボテなんですけどね、まあ、無限包容とかでね無効化したらよくないみたいなことを思う人もいるかもしれないんですけど、あのサーボロン系ってその無限包容をなんか植物を対象に取れなくするマジョラムで打てなくしたりとか、あとそもそもセリオンズキングレギュラーズみたいなので無効にしてくるみたいなのが得意なんで、なんかそのサボクローザーへの回答も潰してくるみたいなね、まあ、あのそういう展開が可能なわけですよ。なんでねこいつはね出されたらねだいぶ不快ですね。はい、結構デッキ積むんでねはい、デッキ積むんでわなびとかじゃないと勝てない気がするんだ、こういうの出されたらね。第1位フォッシュルダイナパキハロさん、こいつもね大概だね、イカれてるわこいつはマジでイカれてる。サボークローザーのパートでやりましたよね。特殊召喚を封じるモンスターっていうのは基本的にその3つの点で優れてはいけないと、まあ、サーチやすい、盤面に出しやすい、打点が高いと、まあ、打点はこいつそんな高くないんですけど、まずね1番2番サーチしやすい、盤面に出しやすい、これがねあまりにも優秀すぎる。このモンスターに関してはサボークローザーは植物族なんで基本的には専用構築が必要なんですよ。なんかあのサンアバロンとかでしかやっぱ採用できないかなと思ってるんですけど、じゃあパッキュアルはどうかという話なわけですよ。これねまず1番目サーチしやすいという点において見かけ獅子出せればサーチできちゃうんで、まあ、つまりレベル 4×2 でいいんですね。これねあまりにも緩すぎます。レベル 4×2 でやっぱ特殊召喚封じ系モンスター持ってこれちゃうとちょっとやっぱゲーム性崩壊してる気はするんだよな。で盤面に出しやすいっていうのも、まあ、召喚剣を使わない例えばバリアンツっていうデッキであるとかね、あとあの春化粧、まあ、今回ちょっとブロックドラゴンがあの禁止になっちゃってそこの春化粧がどうなのかって話あるんですけど、春化粧とかあと特殊召喚する方法は、まあ、スカルデッドとかあとラテン新章とかいろいろあるんですけど、まあ、そういうねモンスターで出せると、つまりねこいつはね汎用性が高すぎるわけですね。生きるあの虚無空間として、はい、ありとあらゆるデッキから飛んでくる可能性があるという意味ではもうサボークローザーよりも群を抜いてうざいねこのモンスターは。最近だとパッキファロもそこそこよく見るようになってきたなと思ってて、まあ、これはバリアンツのねあの台頭っていうのが、まあ、あの大きいかなっていうのと、あとクシャトリアがあの入ってるメタビートみたいなあのあたりのデッキでも結構活躍していて、まあ、割とメタビートか、まあバリアンツあたりから結構こいつ飛んでくることが多いかなと思ってるんですけど、何回も言いますけどね皆さん、なんで烈風の結界像が禁止化されていたか思い出してください。そうですよね、不安なレイズで簡単にサーチができて召喚できるからですよね。こいつ簡単にサーチできて簡単に召喚できますよね。お？なりませんか？なりますよね。はい。ただ正直ね、パッキョヤロ君は自分で使ってるときはマジで頼もしいですよ。マジで頼もしい。これほど強いモンスターいません。はい、というわけで、個人的に不快度指数が高いモンスターをランキング形式で喋ってみました。繰り返しになりますが、使われたら不快なモンスターっていうのはね、あの自分で使うと超気持ちいいんですね。これはね遊戯王なんですよ。これが相手の嫌がることをするのが遊戯王、まあ、スポーツとかでも同じだね。スポーツとかでも同じ、なんか相手の嫌がるところを攻めるのが勝つみたいなところありますから、まあ、遊戯王はそういうゲームであるっていうのはあるんですけどね、はい、というわけで今週はね、サボークローザーの動画を、出したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。